天草諸島の湯島にある横田伝兵衛を祀った石穂コラと目される石積み。横田伝兵衛は江戸時代前期の儀民。比前島原藩森山村大騎馬名で組頭を務めた。1684年から1687年頃、土地の肥沃度による税率の不平等を藩主松平忠房へ直訴。食べて、 大小場妙の土を識別したことを認められ、税率は変更された。当時直訴は死罪だったが減免され、島原藩の領内であった湯島へ流罪となった。また、祭祀の同伴を許され、湯島の地では島民を指導して、信頼を得た。1715年10月10日、病により湯島の地で没死した。伝兵の死後、島民は石祠を建てて祭祀し,し、 伝兵衛を島神とこうしたとされ、2014年に、湯島の神ン牙で発見された石積みが、この石祠の跡と考えられている。また湯島では、伝兵衛の墓は見つかっていないが、雲仙市にある墓所に伝兵衛の全腕骨が分骨されているとされる。湯島の原城、スポット公園には、地元有志により、伝兵衛を称える石碑が建立された。 2015年10月4日にはこの石碑の除幕式が行われるとともに没後300年の法要が営まれた。旧三室村出身の漢学者竹添和六が伝兵衛に関する文書を残している。ありがとうございます。